皆さんこんにちは、むちょと申します。今年もやってきました。ノルマンディ恒例の配合名人にお任せあれということで、これはですね、元所属馬の繁殖牝馬の配合相手を、なんと会員がご提案することができるっていうね、神企画になっております。これ調べてみると結構ね、いろんなクラブでやってるみたいで、まあ日高系にはなりますけどね、実際にそのターファイトとかだと、ヘニー・ヒューズが採用されたりしたみたいですね。負けず劣らずノルマンディも、その会員さんのね、提案っていうのを参考にさせていただき、採用される可能性ありと、いや、なかなかにね、血統種オーバーハンをね、かき立てる。今回はですね、まあちょっとノルマンディに今勢いをつけている繁殖牝馬の配合相手っていうのをね、私なりにどういった馬がいいのかっていうのをね、ちょっと考えていこうかなと思います。思い入れのある方、血統マニアの方、みんなで配合名人を目指しましょう。いや、本当にですね、こういう配合相手を考えるっていうのは、現役時代走ってる馬を見る以上くらいに楽しいっていうのを最近私感じてまして、この間も、もうこの動画上がってる頃には終わってるかもしれませんけど、日高のね、繁殖牝馬セールっていうのが26日ぐらいに行われるんですけど、自分だったらどの馬を買って、どの馬つけるかなとかめっちゃ考えちゃいましたね。まあ、個人的にはこのデルマカサーサっていう馬がどんぐらいつくんだろうなとか思ったりね。母父カジノブライブになって、母父にはフレンチデプティもいて、サンデーの血も入っていてっていうことでね。いやー、こういう馬にね、サンデーの頃作ってみたいなとかね。まあ、それこそシルバーステードとか、ダノンプレミアムとかのディープの後継とつけたらね。いやー、なかなか面白いところあったりするのかなとかね。もう完全にね、一KOファンの夢というか妄想の世界でしかないんですけれども、まあ、やっぱゲーム的なね、楽しさっていうのをこういうカタログ見てると楽しめますよね。で、実際にそれがね、叶う可能性があるっていうのがこの一口馬主のこういうね、企画だったりするわけですよ。いやー、ちょっとね、力は入りますよね。もちろんね、あまりこのノルマンディの所属馬ご存知でない方もいると思いますので、今一番熱い繁殖牝馬っていうのを私なりに選ばせてもらいますと、やっぱりこのシュバリエっていう馬がですね、ノルマンの今のエース繁殖と言っても過言じゃないかなと思いますね。キャロットでいうシーザリオボケみたいになってもおかしくないと思います。今年の募集馬にもですね、いたんですけど、もうダイヤメジャーとかつけていて、期待の表れを感じたりね、そもそも募集金額で2360万円ですからね、牝馬にもかかわらず、しかも吉岡厩舎っていう若手で一強になるところに預けてますから、まあ注力してるのは間違いないですよね。で、その3区成績はというと、お母さん自身も3勝を挙げている馬なんですけどもね、その父フレンチデプティっていうもうサンデー系とめちゃめちゃ相性のいい馬で、で、スクリーンヒーローやゴールドシップ、松板ゴッホをつけてですね、もう3区はほぼ 100% ぐらいで難勝としてくる気がしますね。シュベルトライテっていう松板ゴッホ3区もですね、まあ、いい足持ってますね。まあそもそもね、ボケ探っていくと、谷のエポレット、萩のアレグリアスっていう最近のオープン級の馬、そしてそのさらに奥には谷のクリスタル、ダービー馬、谷のギムレット、本を出したものがありますんで、まあ、もちろんね、車代農山系の馬みたいに、前頭が前頭ね、オープンとか重賞 G1 級ってわけじゃないんですけれども、まあ、日高全体の中でもこのレベルっていうのは相当にね、抜けた存在ではあるかなと思いますね。ということで、私もね、もう何回もこの馬には出資申し込みして抽選落ちはしてるんですけれども、配合相手を自分で選べたらもうそれもチャラっていうぐらいでね、ちょっと力を入れて提案してみようかなと思います。で、まあただね、前提として結構縛りはあるかなって思うんですよね。どうしても、車代みたいに、かっつりと今、リーディングトップを行く勝馬、選び放題っていうわけではないノルマンディですので、もちろんエスパニアとの配合とかもね、ありだとは思うんですけれども、そんなに岡田スタッドさん多くないのかなっていうところありますんでね、年間1、2頭ぐらいはつけている印象ですけど、本馬を選ぶかってなると、まあまた違うところもあるのかなと。本馬はそのサンデーのクロスもね、流行りのものを作れないっていうところもありますし、やっぱりそこはちょっともったいないところでもあるのかなと思うんですよね。やっぱフレンチデプティってなってくると、ディープやゴールドアリュール、テゴ、もうサンデー系との相性ですごい爆発してますからね。まああと、オルフェーブルとつけたね、マルショー・レーノがダートの世界トップを取ったりもしましたよね。まあここを生かさない手はないかなっていうのはありますよね。まあそのステイゴールド後継、ゴールドシップとかもいいのかなっていう感じはしますしね。まあただね、もう、姉のプリムドール、先ほど見ていただいた馬が、もうこの配合でね、先に活躍してるっていうことがありまして、まあ、これをちょっと提案するのは硬すぎるかなと。もうそりゃ、ちょっと当たり前すぎるよねってなっちゃうんで、ちょっとそれじゃ採用されても、個人的には納得いかないっていうところで、ちょっとここはね、他の馬に行きたい。ということで、まあ、やっぱりね、マカヒキとかダービー馬も出てるところありますので、やっぱディープの光景をね、つけたいっていう思いはありますよね。ただ、そうなった時に、パッとね、日高のディープ後継筆頭って言ったら、シルバーステートが出てくるとは思うんですけれども、ちょっとこれはですね、めちゃめちゃいい配合だとは思うんですけれども、実現しにくい可能性は、個人的には結構あるかなって思っていて、ちょっとですね、岡田スタッドさんの方針とシルバーステートっていうのはタイプが違うのかなって思うんですよね。実際調べてみると、現時点でこの岡田スタッド生産のシルバーステート産っていうのは1頭のみしかいなくてですね、あれだけ頭数を集めたこと考えたり、あとは岡田スタッドの頭数を考えるとね、やっぱり少ないなっていう感じはありますよね。結構個人的なね、印象として、岡田スタッドさんは息長く、怪我なく丈夫に走った馬っていうのが非常に好みな印象で、やっぱノルマンディのコンセプトもね、そこに近いものがありますからね。で、シルバーステートの場合っていうのは、その逆とも言っていい成績ですよね。まあ、その能力的なところにね、体が追いつかなかったっていうところはあると思うんですけど、やっぱ足元的なところはちょっと何回か故障があったり。ですから、まあもちろん魅力的ではあるものの、今のシルバーステートの成績を見ても、タイプ的にはつける可能性は薄いのかなっていう印象は個人的にはありましたね。ということで、私がね、推すのが、ダノンバラードですね。本馬は逆にめちゃめちゃ岡田スタッドさんにとってはつきやすいディープ後継になる。しかもポテンシャルは十分な馬かなと、個人的には思いますね。というのも、本馬はまさに息長く重賞級で走り続けた馬。5歳児の宝塚記念でもですね、ゴールドシップの2着に入ったりしました。そして何より45倍入り後ですね。最初は別だったんですけれども、逆輸入されてからはビッグレッドファームの所属。つまり、岡田牧場関係の賞馬っていうことになるんですよね。まあ、ついでに言うと、ケアイファーム生産、日高の出身っていうこともあって、応援したい気持ちもあるでしょうね。で、まあ、3区成績もね、もうまさにコンセプト通りかなっていう芝ダート問わず、コツコツと息長く稼いでくれそうなタイプ。お得意の地方出戻りパターンでもね、しっかりこなせてくれそうなものは十分にありますし、岡田スタッドさんもね、しっかり、もう現時点でも数をある程度揃えていますし、評価はしているところなんじゃないかなと。そのお金的な面で言ってもね、当然株を持っていったりするでしょうし、募集価格的にもね、まあ、少なくとも今のタイ付け量だったらある程度安価に落ち着いてくれるかなっていうところで、個人的にはありありのありなんじゃないかなと思いますね。もう本当にね、どう出ても結構いい舞台で走れるんじゃないかなって思ってますよね。まあ、それこそディープとフレンチデプティの良さのように芝の中長距離路線で走ってもいいですし、ダードもいける3区出てますから、マルショーレーヌタイプに出てもね、いいのかなっていう感じもしますし、いやー面白いと思いますけどね。まあ、ここまでの繁殖ってなってくると、もしかしたらシャダイさんとかレックスに所属している馬につけたいって思いはあるのかもしれませんけれども、果たしてどうなるでしょうか。熱くね、文章にして送ってみたいなと思います。そして2頭目ですね。まあ、こちらもね、実績十分で募集時にも3区がめちゃめちゃ人気になっているっていう意味では、ビッツネイルっていう馬が熱いですね。本馬と先ほどのシュバリエの20が今年の募集馬ではダントツ突き抜けて2強でしたね。人気では。血統背景的にもまあ似たところではあるっちゃあるんですけどね。母父黒船でその父フレンチデプティですから。まあただ、こちらボケ自体はがっつり海外のものになりますかね。アメリカでの G1 馬とかが出ていると。で、お母さん自身はかなりタフに障害も含めて走った馬で、この条件っていうのが本当に幅広いですね。芝の短距離でも入着したことがあると思えば、ダートで地方で勝ち上がって、そして障害でも勝ち上がると。まあ、やっぱり岡田スタッドさん、ノルマンディのコンセプト通りというか、どの舞台でもね、コツコツと稼いでいける馬をまさに表している本馬だったかなと思います。で、これまでは、最初こそね、スピルバーグをつけてたんですけど、ゴールドシップと上がってきて、そしてついにシャダイのスワーブ・リチャードを21年産にはつけていたと。で、この第2種のホワイトターフがですね、募集額680万円っていう、非常に安価な募集価格で、それでいて、ゴールドシップ3区ながら小倉の芝戦に勝ち上がるというね、もうお母さん譲りのなかなか想像できない活躍っていうのをしております。まあ個人的にはね、本場もディープと黒船といえば、レイパパレとか最近も出ている配合ですんで、同じくダノンバラードでも全然いいかなって思うんですけど、あとはゴールドシップもね、全兄弟が走れば、そりゃ安定だったらつけるよなっていうところですけど、まあこの動画ではやっぱりね、あえて攻めたいっていうことで、まあ実際その黒船はフレンチデプティ以上にかなり幅広くね、結果を出しているハーチかなって思っていて、まあそれこそクロノジェネシス、バゴ、ノーモクア、ハービンジャーだったりしましたしね、まあお母さんが優秀っていうのもあるんですけど、あとまあメドールアークとか谷のギュムレット、竜のよきなバーミリアン、クイーンズサターン、パイロと、どんな配合相手でもね、結果を出しているっていうところで、配合相手の選べる楽しさっていうのはより広がる馬かなとは思いますよね。でまあその中でも、最もハーチとこの相性のいいニックスの勝負っていうのは誰なのかっていうのを例えば調べたいと思った時に、最近ですね、またもやジェイビスさんで、これは神級だなっていうのをまた見つけちゃいまして、このブルードメアサイアニックスっていうのをですね、なんとジェイビスさんだと出せちゃうんですよ。やり方簡単で、単純にそのハーチと相性のいい馬調べたかったら、ここに黒船って入れて検索すると、こんな感じでですね、その父とつけた時のどれだけの登録の頭数がいるのか、そして勝ち馬率は、ニックス AI はと、ここまで出してくれるんですよ。先ほどのクロノジェネシスの活躍で、バゴのニックスががっちりとね、上がってますけれども、まあある程度頭数の多いところで言うと、ステイゴールドなんかがめちゃめちゃ高かったりしますよね。勝ち馬頭数順でショートすると、ゴールドアリュール、ダイオメジャーなんかもいいみたいですね。ちょっとここまで調べちゃうと、3で系やっぱ強いなっていうのは思うところですけれども、まあ、ルーラーシップとかもいいですしね、金亀、ロードカナロア、そしてビクトアルピサと、興味深い馬が揃えます。まあ、ただね、やっぱりそのステゴ系がね、めっちゃ相性いいっていうことを今回初めて知りましたんで、ここはもう、あの新勝馬をつける時が来たなっていうのをついに私は感じましたね。ゴールドシップはもちろん硬いんですけれども、ステゴ系はステゴ系でもスピードに特化したあの新勝馬、この馬でしょう。インディ・チャンプと。いや、まさにね、こういうピッツネールみたいな血統、海外の血統が詰まってる馬につけるためのインディ・チャンプですよね。そこがクリアできれば、間違いなくポテンシャルはありますから、そのステゴ系の相性の良さ、プラスアルファで、さらにスピード強化もできる。3で金亀を入ってる馬に配合できるのがピッツネールだと思いますんでね。これもありありのありなんじゃないかなと、私は押させていただきます。もうそれこそ本場はね、ノーザンファーム生産、そしてシルクとはいえ、息長く丈夫に走り続けたっていう印象はありますよね。ほんと毎回堅実に5着以内ね、居続けましたし、まあそのダートっていう意味でもね、金亀が近いところにもいますんで、こなしていた可能性はあるのかなっていうものはありますしね。これは結構好みなタイプではあるんじゃないでしょうか。しかもユーシュンさんですからね、日高の馬はつきやすいと思いますんで、価格的にも、とりあえず相手がつけられる血統の持ち主なんだったら、私はもう超絶コスパだと本場は思ってますんでね。ということで、インディチャンプ、岡田里さん、牧雄さん、ぜひともご検討よろしくお願いします。募集価格もね、お買い得感のある価格に落ち着く気もしますんで、楽しみにしたいですね。まあむしろシバリエもね、インディチャンプつけても全然いける血統の持ち主ではあるんでね、今回はそのステゴとの相性が凄まじいということで、キツネイルはしましたけどね、フレンチデプティももちろん悪くない相性はあると思いますね。そしてもう1頭ぐらい紹介しておきます。まあそのこれまでは実績馬っていう意味で2頭挙げましたけれども、まだ3区がデビューしてないっていう意味ではミラビリアなんかもね、いや現役時代の走りを見ていると本当に魅力的な馬でしたね。まさに本馬もですね、ピッツネイルと同じく障害戦を勝ち上がったり、ダートで中央地方で勝ち上がったり、短距離でも走れるスピードっていうのもありました。本番はね、サンデー系の父、祭りだゴッホっていうことで、ある程度配合の相手っていうのは選選ぶ必要はあるんですけれども、まあ逆にね、エッファネイアとかリオンディーズだったら 4×3 というクロスが出来上がる馬になりますね。オッカとかね、ガエル、谷のシスターボケ。なんか岡田スタッドさんはこのボケが結構好きみたいな印象はありますね。あともう一頭、ちょっとミラビリアと混合しちゃったところが今あったんですけど、このビスカリア、本馬もね、ノルマンには欠かせない繁殖牝馬になってきそうですよね。募集が800万円で地方重賞勝った馬ですよ。これだけの実績馬の配合相手考えられたら、本当魅力しかないですよね。まさに本馬もね、牝馬戦から稼いで、しかもその時芝だったんですけどね、息長くいろんな舞台で稼ぎました。やっぱ種牡馬の選択っていう意味でも、岡田スタッドさん、ノルマンディーは、こういったところを目指してくる予感はね、やっぱさせると思いますよね。ノーザン系はどうしてもね、重賞 G1 で一発休み明けから成績出すっていうタイプだと思うんですけど、こちらは数を使ってね、コツコツとじっくり稼いでいくスタンスになりますね。で、こちらも父バーミリアンですから、母系にもうサンデーが入っております。ただ、母となって4代目にサンデーが来ますんで、3代目にある絆とかディープ後継とつけても 3×4 というクロスが出来上がると。まあ、個人的にはやっぱりね、このクロスができるうちは積極的に作っていっていいかなっていう印象があって、まあ、しかも本場はね、母父系統にエルコンドルパサーがいるっていうことでね、本場が母父に入った時にディープとの配合でマリアライトやアンビシャスと出てますからね。まあ、個人的な絆の応援したいっていう気持ちもあるんですけど、いや、ここは攻めのね、車台の絆さん、ぜひともつけていただければ嬉しいかなと。あとはコントレールつけるとね、正真正銘サンデーの 3×4 のみっていう美しいものができますんで、これもいいんじゃないですかね。ちょっと金額的にはノルマンディーのコンセプトとはずれる可能性もありますけど、ちょっと夢見たいっていう気持ちもなくはなくなってきましたね、これを見ると。はい、ということで皆さんはね、どの馬にどの配合相手をつけたいっていうのがね、思い浮かびましたでしょうか。なかなかね、自分の繁殖持って自分の種牡馬でっていうのを実現するのはね、莫大な費用と時間がかかりますので、まあ一口の魅力の一つとして、ここだからこそできる一つの特典としてね、ぜひ興味を持っていただければと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。